純パイセン、光パイセン、行くぜ。オッケー、戦争セット、レッツゴーオン。超電子バリマン。みんなこんにちは、ということで本日もやってまいりました、古原やすひさ TV よ。はい、ということでですね、本日もコラボ会なんでございますが、なんと今回はですね、ダブルヒロインでございます。すごいこれ。今回のゲストはですね、バイオマン2代目イエロー4のですね、矢吹純役の田中純子さん、そしてピンク5役の牧野美智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、もう本当に優しくしてくれて、で、まあ、今回なんと40周年というふうなこともあり、声をかけさせていただいたところをもう快諾していただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、まあ、前回ね、はい、大塚さんと太田さん、グリッツー、ブルース D の方がね、まあ、出ていただいたんですけれども、なんかまあいろいろコメントね、なんか勝手なこと言ってた。そう、勝手なこと言ってた。でも仲いいですね。なんか仲いいですよ、ほんと5人とも、ね、あの基本的には仲がいいですね。はい、で、まあ、バイオマンといったら、はい、やはりね、スーパー戦隊史上初のダブルヒロイン構成の戦隊っていうのが、まあ、一つ大きな、バイオマンの特徴だったりだとかもしますし、それこそ、まあ、いろんな、なんだろうな、バイオマンのイメージ、いろいろあると思うんですけども、やはり、そのイエローが交代したことだったりとか、結構、ここに関してはみんな聞きたいところもたくさんあると思いますので、ちょっと今回はそこら辺のことも聞かせていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。まあ、本当にとにかく、バイオマン40周年おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、正直、これ40周年って。40年後にこうやって見たバイオマンの話をしてるとは、40年前は思ってなかった。あー、なるほど。はい、で、またこのそれこそ40年前に生まれてなかったねえ、ヤス君とずっと言ってますよ、ね、すごい不思議。不思議ですか。うん、でも桂木ひかるはもう愛の戦士でね、もう本当にすごいね、相手のメカに対してもすごく優しくて、でメカがね、もう本当になんか一人でボーって行った時とかもすごい悲しんでたの、一番悲しんだのはひかるですからね。で、矢吹純に関してはもう登場からもうすごい、これ大丈夫これみたいな、そう、何この登場の仕方、空港から急にピャーンみたいな、これ持って入っちゃダメでしょ、この弓矢みたいな、これ確かに。しかも俺ちゃんと空港で撮ってますよね、あれね。本当にね、違う違う、あ、航空公園かなんかにどうしたんですかね。船の博物館、船の博物館で、空港の中走り回ってるのは、はい、某市役所。あ、空港じゃないんですか、あれ。空港じゃないです、市役所。そうなんですか、はい、あれ空港で本当にやってるのかと思った。だって上、管制塔みたいなところから指打ってたじゃないですか ね、うん、あれね、船の博物館。知らなかった。春日ね、あ、そうなんですか、うん、結構覚えてますか、やっぱり当時のこと。あの、それこそ変わったあの映画もすっごいトラウマのように覚えてます。いや、ですよね、うん、もうヒカルのセリフで、ね、すごい印象的に残ってるのは、ダメ、連絡が取れないわ。これ多分現在進行形で同じことが行われてたのかな。ドラマで言ってるセリフが多分リアルタイムでも行われてたのかなって思うと、あのセリフのやっぱ緊迫した感じっていうのがすごい出てたから、多分めっちゃ危機迫るものがありましたもんね。ね、だってそれこそ全然違う話をお話を取っていて、はい、で、まあ、急遽交代するわけじゃないですか。で、台本が来て、あ、こういう話なんだ、あ、こうなんだって、もう必死。そうですよね、はい、じゃあそのオーディションの、まあ、思い出だったりだとか、その出演する経緯、私は本当に普通の大学生だったんですよ。普通に大学に通っていて、アイドルとかやってなかったんですか。全く。え、家がすっごい厳しくって、あの、まあ、それこそ当時スカウトとかがあのいっぱいあったんですけど、でもまあそういうの全然もう親が全然ダメで、あの普通の大学生だったんですよ。で、多分その時にあのバイオマンが女性が2人になるのでオーディションが真っ最中だったらしいんですよ。住所入ってないんですよ。入ってませんよ。はい、どうやって俺その話で、でね、ピンクのオーディションって言って、いわゆる本当にすごいチャチキッとして、いわゆるこうヒロインっていう子ばっかが来てたんです。はい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 、はい、でもあの、まあ、当時のプロデューサーが、女性が2人になるということで、1人は、まあ、決まったんですけど、はい、もうすごく戦う選手で、はい、もう1人は普通の子が欲しかったらしいんですよ。でもオーディションするとみんな
いますって言ったら、元気が良くて、はつらつとして、いわゆるこうヒロインっていう方ばっかりが来てて、で、まあ、プロデューサーは違うな、違うなってずっと思ってたんですよ。で、ずっとピンクは決まんないでいて、でその時にたまたま私、の大学生の時でミスキャンパスになって、で、週刊朝日の、だろうな、わかるわ、もう。週刊朝日の表紙を篠山紀信さんに撮っていただいて、すごっ。そう、当時女子大生シリーズっていうのがあって、あの篠山紀信さんが女子大生をこう中間生の表紙としてたんです、だそれからは宮崎美子さんとか斉藤恵子さんとかもそういう女優さんが呼ばれたんですけど、はい、そうなんだ。でたまたまその中間生の本が当時の鈴木プロデューサーの机の上にあったんですって。すごい、マジで本当にあったんですよ。で大学の学生会に電話かかってきた。そんなことある？当時携帯もないから、うち家電に芸能関係者から電話かかってくると、うん、全部親がもううちの子にはそんなことさせませんって全部断っちゃってたんですよ。うわ、 でもその東映からのお電話は大学の学生課にかかってきたので、あの、もう実践のミスキャンパスの方と連絡が取りたいんですけどっていうの で私学生課に呼ばれて、まあ、電話って言って、はい、で親に内緒で東映の本社にテキ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 一人で行った。マジで、すごいエピソードだなこれ。でプロデューサーの鈴木さんと阿部さんというところに行って、でこう前に行くわけですよね、はい、でも何やるか知らないの。よく行きましたねそれ。でもやっぱ多分その時に芸能界に憧れてたんだと思います。なんかいっぱいいっぱいあのスカウトしていただいて、はい、あ、もしかしてできるかもとかってこう、なるほど、思うじゃないですか。はいはい、でまあ憧れもあって、で親にすんごい反対されてたから、もうこっそり全然関係ない話ですけど、その前にあのミス東映っていうのがあって、はい、グランプリになったんですよ。すごっ。そう、なれば親が許してくれると思ったら、はいはい、あの親が断って準ミスの人がなった。ちょっと待ってください。じゃあミス東映を受けた後にその女子大生シリーズの写真を撮ってもらったってことですか？同じぐらいの時撮ってるんですよ、多分ね。じゃあ東映って聞いた時に知らないわけじゃないし、うん、なんならそこの悔しさもちょっとあったっていうか。ありました、ありました。そう、すごいタイミングで、でもすぐ来ますね、それね。そうなんですよね。鈴木さんは知ってたんですか？知らないです。知らないの？知らないです。本当に偶然ですか？全然、ただ机の上に置いてあった瞬間。いや、マジでそんなことあります？新年度の子供番組の今あのオーディションやってるんだけれども、はい、あのそこのお姫様役を探してるんだ、はい、お姉さん役でお姫様役を探してるんだっておっしゃって、はい、でもとりあえず何かやりたいと思ってたから、はいはい、あ、やりますやりますって、まあ、どっかのこの辺にあの子供番組だったら親も許してくれるかもしれないっていうのがあって、はい、その時の鈴木プロデューサーがあの今あのあなたが出てもらう前の番組が土曜日の6時からやっているから、あのそれをちょっと見ておいてくださいって言われたんですよ。全然イメージと違う。全然全体ものとかも言われなかったんですよ、はい、そう土曜日にこうってテレビつけたらあのダイナピンクがポーンと出てくる。全然イメージと違う。お母さんと一緒じゃないじゃん全然。それは本当に真面目にびっくりして難関だったのが親ですよね。そうですよね。で親には子供番組って言って、はい、でも親も散々いろんなので断ったりとかなんかしてたから、はい、まあ親も何か一つやらせれば気が済むと思って、ね、子供番組だったら大学がちゃんとやめ大学が休まないでね、あのちゃんと通いながらできるんだったらって言って。そんなわけない。そんなわけない。もう毎日朝から6時から待ってる。でも大丈夫って言ってで始まったんですよ。ダイナマンのダイナピンクを見た時にこれ親に言えないなと思って。言えないですよね。ずっと黙ってたの。じゃあ、待って。親が一番最初に、さーて、うちのみちこが出る。そう。これ俺、どれ、どういうふうに。そう、だから、土曜日の6時、第1回目のプレイの時に、もう帰るのが本当嫌で家に。確かに。ただいまーって。第1回目放送ね。そう、はい、ただいまーって帰ったら、あれは何だろう。なりますよね。あ、もう放送終わった後なんて、それね。地球を守っているんだ。子供たちを守るんだとか、なんか言ったと思うんだけど。間違ってはない。子供番組ですから。そう、子供たちを守る、地球を守っているんだって。でも、親も始まっちゃってるからしょうがないんで。確かに。うん、で、じゃあ、まあ、頑張んなさいとかって。その時はまだ、学校通いながらやってたんですよ。なるほど。一限出て、はい、撮影所行って出られたんだ。そうだちょっとだけ出られたって6時集合だ。その日は休み。もうそれはもう親に内緒。大学行ってると思ってる。なるほど。もう大学の道具を持って、はい、あの寄りに行ってるっていう感じで途中出席人数足りなくなって
なんとバレてって、でも結局休学なんだけど、なりしな合宿実績に。何の演技も何のオーディションもしてないんですよ。いやっていうかそっか、あそっかそっか、ただの一般の人が急に入ったってことですね。そう、うわこれそれで本当に大変だった。一番最初の撮影ってあの大泉 の、はい、あの屋上の、はいはいはい、向かいのオズの屋上でバイオロボからこうあの捕まえられるってシーン ありますね、はいはいはい、だったんですよ、はいはい、でももちろんいるわけないじゃないですか。いないですね。バイオロボ来ましたって言われて、うん、逃げてくださいとか言われるんですよ、うん、どうせべかわかんない。何やってんだろうって感じで、みんなはまだプロだから、あの、うん、みんな新人さん多かったんですよ。なので、ね、新人さん多かったです。さすがにでもだけでしたっけ。でも私ほどド新人はいなかった。確かに。だってなんか何かしらやってらっしゃるとか、そうそう、はい、学校をずる休みしてる女子大生とか、ね、そうです。そうそう、だから今までにないヒロイン像、戦わなくていい、あの入る力で、あの、ね、地球を救えばいいから、はいはい、あのアクションもしなくていいって最初言われた。でも結構ありましたよ。敵をこうやって投げて投げて、だからあの変わったからだ。 それまではあの初代の時には大体後ろのゆきちゃんにこうやってかばってもらう。そうですよね、守られてましたもんね。強かったですもんね。強かったね。そうでもほら後輩が来ると後輩に守られないからキャラ変わっちゃって友達キャラも。そういうことだったんだ。田中さんの方にちょっとねお話を聞けたなというふうに思うんですけれども、いやなんか全然大したことない。もうピンクすごいからもうそんなに大したことない。だって途中から来るんだよ。だどうしてさ、どうやってこの話が来たの。もうなんか聞き惚れて、もうなんか今もうね。バイオマンは1回目、はい、テレビで見てました。家で。あ、見てたんですか。私もあの大学生で学校終わって、で知らずに見てたと思うんですよね。見てた。だからゆきちゃん、そうですよね。そうですよ。そうそう、イエローのゆきちゃんと中に入ってた辻井くんは同期、はい、ジャックの同期で、はい、あ同期がもうレギュラー初めて入ったっていう。え、2年目ってことですか。じゃあゆきさんも当時、あのね、私は当時父の転勤で名古屋にいて、はい、保留っていう、あの高校卒業したら出ておいで。あーなるほど、はいはいはい、だから、はいはいはい、高校1年生で試験を受けたから、はい、が丸々2年かな。ブランクが同期だけど、あーそういうことか。一緒にジャック入ったけど同期のみんなはもう練習に参加して現場にみんな出て行って、でそこでようやく高校卒業して、私はのつだから後々ボールなんですね。そう、あーなるほど。同期だけど全然もう現場の、はい、経験は全然違う。はい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 。じゃあその出演するにあたってまずどういう風に話をしたんですか。まずこれ一番気になるんですけど、ね、その前にほら、あ言っていいのこれ、あのもうジャックの中で大変よ。そうですよね。連絡取れないって、うん、連絡取れないっていうのが、あの言ってましたよ。あのセリフ言っていいですか。ダメよ、全然連絡取れないわ。その状態、ジャック全体がその状態。これ多分本当にリアルで行われてたやり取りだと思います、これ。で、まあ、そうやって話がだから来るじゃないですか、うん、で来た時のことは覚えてますか。来た時のこと、いや、うん、だからもうあのゆきちゃんいなくて大変ってなって、それであのオーディションやるよって。オーディションだったんですね。そう、いやでも急遽だったから、ジャックから結構人数オーディションで行ったのはだってだったと思うんだけど、ね、その辺アクションできたらダメだよね。でも覚えてないんだよ、私その辺。そうなんですか。なんかね、バタ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 。記憶抹消さました。覚えてる範囲でいいんですけれども、うん、そういう風にその流れ的にはオーディション、まあ、呼ばれて行ってって。そうでもやっぱりジャックから出したいっていう。何人くらいだったんですか、オーディション。いや結構多い。最終的に私も覚えてるのはあの5人ぐらいだったところからしか覚えてない。なるほど。何やったので、なんかね、太田さんとなんかちょっとお芝居的なことをやったような。あ、じゃあオーディションに太田さん参加したんですね。なるほど、言ってた。でもそれがだってね、3月中。すごいのは結構あの序盤って戦隊の撮影タイトじゃないですか、はいはい、あの2話ずつ撮れるから、はいはい、一週も開けないでこれが全部行われてるのがすごい。いやすごい、そっか、だってもうそうですよね。ほぼほぼ取り置いてたものをオーディション、そう、その間にオーディションして、でオーディションから1週間だったの、撮影だったのが。さよならイエローと純登場の脚本を作ってってなるから、はいはいはい、いやこれすごいっすね。だってそのスピード感でよくだから新戦士純をよく書き上げましたね、うん、そのさよならイエローをね。いなくなりました。で多分もう1日とかで見限らないと、うんうん、そこから準備して動くってことですよね。
スピード感すごいですね。すごかった。まあ、数日休みになったんですよ、さすがに。でもそっからはもう、バーッと。まず入るじゃないですか。入ったら皆さんもちょっと出来上がってる部分もあると思うんですけど、最初の印象どうでしたか？最初の印象はね、みんな優しかった。まあ、みんな優しかった。もう気遣ってくれて優しかった。そうだと思う。だって、うん、急に入れられて、うん、かわいそうってなりますよね。うん、決まって1週間。うん、で、もういきなり、それこそ女子大生で、はい、ずっと学校行って、学校終わったらジャックの練習に通ってっていう。うん、そんなでいきなりそうですよ、ね、お芝居ってなって、お芝居ほんとできなかったから、そうですか。いやでもなんかそこが大変だった。アクションよりもまずお芝居が緊張しちゃうし。そうですか。でもなんかそんな感じに全然見えなくて、このブレスでないと欲しいんだみたいな感じでね、言った時点であこの子かみたいに絶対なったりとかして、そしたらねレッドに怒られるわけです。このテクノブレスはそんなもんじゃないんだ、これをつけていた一人の女の子は懐かしい死んだ、俺たち4人のためと犠牲になって、これをつけることは仲間のためなら死をも厭わず、親子兄弟さえも超える固い固いちぎれを誓うものだけだ、それがテクノブレスの誓いだっつって返そうとするんですよね、これ。レッドめちゃめちゃいいこと言うんですよ、これ、うん、そう。ちょっと感動した。感動した。の現場でも。そうですよね。だから、この台本もこの1週間ですからね。そうそうそう。これよく、でもすごいね。全然見えない。ね、脚本の人、よくいいセリフがいっぱい出てくるんですよ。そうですよね。うん、そう。で、そこからそのイエロー4をその作っていくにあたって、うん、なんか役作りとかどうされたんですか？あ、でもね、あのね、シャリバンの、はいはい、なべさん。渡さんが、渡さんが、まあ同期なんですよ、はい、彼も。彼にね、電話してくれたんだな、彼が。心配して。優しい。優しいの。優しいのって。そう。でね、彼がいろいろアドバイスはしてくれた。そっか、シャリバン5ですしね。そう。そうですよね。うん、うわぁ、いい、エモいな、でもね、この話。そこはやっぱり、ジャックの同期の。はい。でも、まあ、変身すると分かってはいたと思うんですけれども、テクノブレスを正直つけたときってどうでした？いやでも嬉しかったですよ。だってテレビ見てた人だもん、私。あそっか。もう1回目からずっと見てた人だから。そこに出るなんて待ってこって。まさか自分で。9話まで持ってないですよね。9話までで、まさか。で、10話で、待って、10話もうじゃあ見ました。10話ぐらいですよね、当時は。さよなら、さよならユーロが10話で。10話で、11話登場。10話普通に見ましたか？いやもうその時は撮影入ってるから。だから10、11で入っております。さよならの登場を2話で見たかな。そっかそっか。どこまで見たかな、もうだ普通に見てたんだもん。やって、もともとやってたんですか？やってたんですよ。あれも練習に行きました。撮影に入ってからかな。一度あのアーチェリー場に行って、はい。やることいっぱいですね。だからまあ設定がね、うん、オリンピックの修行の練習のために海外に行ってたって。そうですよね。だからバイオ粒子が検知されなかった。だからかが海外に行ってた理由をどうしようかから始まったんだ。アーチェリーになったんだって。そっか。オリンピック選手だから。そうだ、オリンピック選手だから海外に行ってたことにしようって言って、オリンピック選手だったらなんか武器になるもんないから、そうだ、弓矢じゃ弓矢じゃみたいな。それが、しばらく全部来て。そうだね。よく考えたね、今、ね、あの短い期間にね。きついっすね、それ。初代イエロー4ミカが降板した時点でもう真田広之さんを出すことが決まっていたのであれば、真田広之さんのその特技かなんかに合わせてイエロー4が作られたっていう予測はないですか？ああはね、ない。そうない。本当は最初千葉さんだった。マジ？今でもよかったんじゃん。だってほら、なんか野田さんもこういうサトミ発見ね、めちゃくちゃかっこいい。あ、でも元々がジャックに入った理由が真田広之さんに会いたくて、ファンで会いたくて。マジっすか。まあでもその前から、まあ、会ってはね、ジャック入って会ってはいたけど、でもまさか共演ですもん。一生残りますもんね。それめちゃくちゃ嬉しくないですか？いや嬉しいよ。でもね、もうでもでもね、超羨ましく緊張。あーそっか。でもね、ほんといろいろ教えてくださったの。本当にこういろいろ撮影中にもカメラの顔、あの元右とか左とか、うん、抜けてとか、すごいいい方だよね。全部教えてくださって。しかも当時スーパースター。そうなのに、あの私たちのあのロケバスに一緒に、うん、一緒に、あの一番一緒に並んでね、あの、セリちゃん来たり。マジっすか。純
がすごいのは講習もなくいきなり戦地での実践なんですよね、これね。どうですか、正直。大変でした。大変でしたよ、ね、勝ったもんなんかね、もうねこの拍手だと思ったぐらいの拍手だと。いや、あれはほらやっぱり動かないとさ、ね、なんとか新の2代目エロ4を思い立てるっていうので、もう本当にね、よくこんなことやるって言ったなって思うようなアクションばっかやってて、もう俺でもね、やっぱすごい印象的だったのが、矢吹潤が一番最初ね、前置でくるってね、パッパッて立つんですけれども、いや、あの時代ってなんであんなパンチラがあるんですか、あれねあれね、パンチラどころじゃなかったですよ。ねえ、カメラの構えてる場所変だもんね。いやね、あれっていうのはなんか時代なんですか、あれは。うん、ねえ、うん。ね、同じ台で撮ってたね、あのほらシャイダーの、シャイダーの兄がもうそれは対抗したの。あ、お約束なんだ。対抗したんですか。あ、じゃあもう狙いなんですか。狙いなの。だからあの衣装も、あの私もあの、まあ、アクション監督の人もパンツで、はい、じゃないと動けない。だったんだけど、もう東映さん側がスカート、はい、ミニスカート、ね、とにかくもう私はパンツにしてほしくて、そうですよね。でも光も最初の方とかってなんか割とそんな感じでありましたよね、うん、そう、大体だって女子大生の役で、あのね、もうモコモコセーターとかって当時の女子大生着ないおじさんバブルの頃で、おじさんのイメージだよね。バブルの頃で、いわゆるなんていうの、これワンネンボディとしてボディコンで、割とこうイケイケな感じの女子大生の時代だったわけですよ、ね、バブリーでねなんでウサギさんのセーターにひらひらのミニスカートなんだ。それも戦うのにパンプスですよ。確かにきつ。そう、パンプスでよりいいの砂利道を走りまった。いや、もうめちゃくちゃきつい、ね。ずるくないですか、みんなスニーカー履いてるの。ねえ、本当ですよね。で、その時も自前だったから、まあ破れればいい。そうなんですか、自前なんですか。自前。だから途中どうせ映んないからって、もう大電子にもうシャンプリして履いてたんだけど、だってストッキングで大変だもん。そうですよね。で、誰も教えてくれないから、店パンっていうのが発想がなくって、ああそっか、リアルパンツとかで履いてるわけですよ。はいはいはい、はい、で、あのひらひらのスカートで、まあ見える見えますよね。特に撮影やってる時なんかもっと、あ、ですよね、うん、え、じゃ あのパンツ姿に変えたいって言ったのは、それもやっぱ自分が、そう、やっぱりキロットにしてくださいって言ったのが、あ、なるほどね、うわ、なんか当時やっぱ時代をね感じますよね、そうやって考えたら。なんか昔はそれが当たり前な風潮がちょっとあったというか、うん、今ではないじゃないですか。それこそ店パンっていうのがあったりとかして、うん、女の子もやっぱり黒いのを履いたりとかしてますし、だからなんかすごい衝撃的でした、ね、白でって言われたのそうなの、色して白、そう、だからあのテニスのアンダースコートは履いて、だからまあ一応見せてもいい、いいな、教えてよアンダースコートでもあんないや本当に嫌でしたよあれは、うん、なるほどね。そう、まずね、マニオさんに聞きたかったのは、まあ、それこそスミさんが入る前の、うん、イエロー4がいなくなったじゃないですか、うん、でなった時ぶっちゃけどう思いました。あの最初はいなくなったと思ってないから、ゆきちゃんもとても尊敬できるし、はい、でも割と孤高の人だったの、あの初代イエローズいなくなったって思った時に、番組終わる、やっぱそう思うんですよね、終わるって思って、うん、で全く同じ話をついたので取り直してる、台本がね間に合わなくてね、そういうことか、ちょっと思い出して涙出ちゃいますこれ特撮ファンの人なんか知ってるんですけども、今回の動画はヒーロー入社さん鍋さんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。